アニマルハーブ。うちのペット事情。
ここなのです。ここなのですよ。ミントハウスなのです。お散歩の途中で捨てられてるのを見つけたのです。まだまだ使えるのに、こんな立派な家がなくなってしまうのがもったいなくて。はい、なのです。お掃除して段ボールで看板も作ってみたのですよ。僕のプライベート空間の完成なのです。ちょっとだけ入るのが精一杯なのですよ。マスターは僕の顔が見たいのですか？棒読みなのです。でもいいのです。僕も挨拶はちゃんと顔を見てしたいのです。改めて、お帰りなさいなのですよ、マスター。どうしたのです？僕のことを目をまん丸くして見つめちゃって。あ、ひょっとして見とれちゃったですか？うんうん、気持ちはわかるのです。こんな絶世の美女が目の前にいては、オスの本能が刺激されるのも仕方ないのです。な、人の身体的特徴を揶揄するなんて最低なマスターなのです。本当ですか？まあ、そう言うなら笑ってあげてもいいのです。マスターこそずいぶんおしゃれに決めちゃってかっこいいのです。俗に言う大学デビューというやつですか？まったくもう、口の減らないマスターなのですよ。改めてお帰りなさいなのですよ、マスター。今日も大学にアルバイトとお疲れ様なのです。お風呂沸いてるのですよ。なマスターなのですね。今日はちゃんと確認したから大丈夫なのですよ。マスターは意地悪なのです。僕だって一生懸命に頑張ってるのに。まったくもう、マスターと話してるとちっとも先へ進まないのです。コホン、いいですか、最初からやり直すですよ。マスター、お帰りなさいなのです。お風呂入るです？それともご飯を食べるですか？それとも…ちら？ふふん、形式美というやつなのですよ。僕も日々地上の文化を勉強してるのです。そうなのです、テレビジョンはすごいのですよ。知らないことをたくさん教えてくれるのです。ともあれご心配なく。なんとかお風呂は沸かしたですが、ご飯の準備はできてないのです。今度は一人でご飯を炊くのにチャレンジしたいです。何事も挑戦が大事なのです。です。今日はお掃除を頑張ったので、体がホコリで汚れちゃってて、ちょっと気持ちが悪いのですよ。はあ、マスターがそう言うならお言葉に甘えるですが。あ、そうだ。せっかくだし、マスターも一緒にどうです？背中の洗いっこでもするですか？ぷぷぷ、そのういういしい反応、思った通りなのです。甘く見られたものですね。この半獣天使ミント、何者だと思ってるのです？うるさいのです。ほんの少しだけ失敗が多い
いですが、日々成長してる有望株なのですよ。じゃじゃーん、これを見るのです。このマスター秘蔵のスケベー本で知識はバッチリなのですよ。掃除は失敗する可能性が低い数少ない僕の大事なお仕事なのです。見つけて欲しくなかったらもっとうまく隠すのですよ。そう、まさか衣装タンスの底にぴったりサイズの板を敷いてあるとは。一見すると違和感のないよう二重底を作り出す匠の技だったのです。さすがの僕も発見するのに骨を折ったのですよ。というわけで知識は予習済み。男女がどんなことをするかもバッチリ把握してるのですよ。な、何を言うのですか。もう、お先にお風呂入らせてもらうのです。お疲れ様なのですよ。ぷぷぷ、その初々しい反応、思った通りなのです。マスター、さっきのは、その、な、そんなわけ、何を、マスターのことなんて、好きなわけないのです。ごめんなさい。最近こうなってしまうのです。気がついたらマスターに触れたくなって。僕もマスターにお帰りなさいって言えるのが嬉しいのです。マスターは忙しいから家にいない時間もあるけど、マスターのために家のことをするのは楽しいです。失敗もしちゃうけど喜んでくれるかなって思うと頑張りたくなるのです。でもダメなのです。僕は天使で神様に仕える身で、マスターに気持ちを伝えるのはなのです。ずっとずっと好きだったのです。ずっとそばにいたいのです。ダメなのです。マスターと
キスしちゃったのです。多分ダメなのです。でも神様に頼み込んでみたいのです。せっかくマスターが好きって言ってくれたのに、簡単に諦めたくないのです。マスター？マスター、お風呂はどうするのです？まだ僕しか入ってないのですよ。早かったですね、マスター。今日も一日頑張ったんですから、もう少しゆっくりしても。そんなにお疲れだったのですね。はい、もう眠るとするのです。あ、そういえばいつもマスターはソファーで寝てたです。家主はきちんとしたベッドで眠るべきですよ。今日からはこっちで眠るといいのです。大丈夫です。一緒に眠ればいいのです。体をギュッとくっつければ大丈夫なのですよ。マスターの息がくすぐったいのです。どうしたです？目がギンギンに見開いて辛そうなのです。眠たくなるまで少しこのままお話ししましょう。その僕も少しドキドキしてすぐには眠れそうにないのです。マスターの公職ぶりには驚きを隠せないのです。そのマスターのお母さんって？マスターが一人で暮らしてたのはそういう理由だったのですね。マスターのことは何でも知りたいのです。その話すのが辛くなかったらなのですが。僕のことはいいのです。どうせ話すとマスターに笑われちゃう失敗ばっかりなのです。あ、今のは嘘なのです。ほら、マスターの話を聞かせてください。どんなことでもいいのです。僕もマスターの子供の頃に一緒に遊んでみたかったのです。限界が近そうです。
我慢することないのです。また会いに来てもいいわよ。マスターは大学にバイトと頑張ってるのです。ゆっくり休んでください。